どうも、岩佐です。新岩佐のお品でございます。販売中です。過去販売中ね。はい、過去販売中です。はい、じゃあもう早速いきます。はい、はい、いきます。今日はこれいきますよ。これずっと変わってへん。そうですね、書体とか配置とか、ね、これ多分あの世のブートニエールの中でも一番コストかかってんじゃないかかもしれないですね。あのかの有名なムラノトで作られてるっていう話。そうですね、ムラノグラスですからね。はい、僕もつけてきましたよ。つけてきたっていうか、もともとついてます。そうですね、はい、今日はベルベストです。その中でもスーツですか。いつもね、はい、あのジャケットインザボックスを中心に多分動画ではねご紹介してるんですけど、うん、今回はスーツということで。まあでもね、ベルベストといえばね、実はスタートはスーツなんですよ。約20年前にね、惚れ込んで会社をね立ち上げるときに第一巡目選択希望選手ですから、はい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 、絶対やらなあかん、ね、ドラフトでいうところのね。そうです、絶対やらなあかん中でも、あ、向こうからすみませんって言われるものもありましたけども、ね、なんとベルベストは一巡目指名できまして、交渉もまとまり、初年度から2006年3月から置かせていただいてまして、お休みしたことございませんという、スーツだけでやってました最初は。なのであの思い入れで言うとスーツの方がまあ深いというか、まあ、あの最初僕たちが袖を通したのもスーツからでしたし、17年間やり続けているのもスーツは、はい、ずっとやり続けてますし、まあ、ちなみにね、はい、工場行ったじゃないですか。行きましたね、はい、6月ですよ、まだ最近ですよ。最近ね、はいはい、岩瀬さんがベルベストの工場に行って見たかったことって何になるんですか。あ、なるほど、いくつかあるんですけど、僕の解釈の魅力についてから言ってもいいですか。あ、はいはいはい、はい、もちろん、今までそうですね、重医療でいうとジャケットを含めスーツ、まあ、何十ブランドも着てきた中でベルベストの、まあ、スーツ、まあ、およびジャケットを着てる時が一番こう見た目も気持ちも整うんですよ。ほう、最も整う重医療なんです、はい、これなんでこんな整うんやろっていう、はい、似た見た目のものはたくさんあります、はい、でもこれにしかないんですよ、この感覚。まだ僕和服で清掃ってしたことないんですけど、そういう時もそういう気持ちになるのかもしれないですけど、なんか整うんですよ、整ってる俺みたいな、はい、見た人もそう思っていただいてたら嬉しいですし、自分自身もそう思ってるっていう記憶正しいっていうか正当派な整う空気感っていうのがあるんで、なんでなんかっていうのは僕これぐらいしか説明できないんです。でもそれをこう工場に行くことで少しでも分かればいいんじゃないかなと。画像は残せませんけどね。そうですね、入り口しかね。そうですね、はい、こうやって口とか動画でねお伝えできれば一番いいなと思うんですけど、工場で何を見たかったか、まずこの魅力の一つとしてこの表地とスーツもそうなんですけど、フルキャンバスといいまして、フル毛人、馬の尾の毛とリネンでできた芯が入ってるんですけど、中にこの表地と中の芯との一体感が素晴らしくて、他のブランドさん、まあ多くのブランドさんに感じるのは中の芯だけが硬いことをよく感じます、うん、まあ芯あるなっていう、なんか入ってんなみたいな感じの、まあそのために入れてますもんね、まあ、そのために感じないんですよこのブランドは。芯と表地を含めて一つの生地のような一体感が浮かしているにもかかわらずあるっていう。逆に言うと接着芯とか多くのこう硬い芯を使っているところ、うん、柔らかさの乖離があるのかちょっとこう違和感を感じる、その分パリッとはしてます。そうですね、はいはい、これふわふわなんですよこの柔らかさで。僕何十年もそれこそ20年前のものってありますけど変わんない、型崩れもしてないし、型崩れもまあいいクリーニングもちろん出してますけど、この状態がほぼほぼ何も変わらずにあるっていうのはもう本当にもうこんな感じです。なんか入ってると思った。新人にやっぱあれなんですかね、じゃあ特徴があるんですかね。あると信じたかったというはい、なんか他と違うとこってそれちゃうかなって。縫製ってどこも結構最近素晴らしいところが多いんで、うん、技術の進化とかでなんか違うとこって中身なんじゃないかなと、目に見えない部分っていうか、それを一回確かめた買ったんですけど、いきなりやってきましたよね。まあまあいきなりそういうね場所がありましたもんね、はい、今までこういくつか工場さん巡った中では初めてですかね、芯を洗ってましたって。そうですね、はい、こういう表地をスポンジングって言ってちょっとこうスチームにかけて整えるっていうのはどこのブランドさんもよくやってるかもしれないですけど、普通に水洗いしてましたね。してましたね、はい、なんか洗濯機みたいなやつでね、洗濯機みたいに水洗いして影干しもしてという、おそらくこういくつか芯の硬さも使い分けてますし、まあ、フィニッシュも使い分けてるのか、こう芯めちゃくちゃ硬いんですよ本当は。ですけどふわっとした仕上がりの芯になってました。まずそれが一つですね。まだあるんですか。まだありますねはい、重医療メーカーあるあるのパンツって
実は害虫なんじゃないのっていう、害虫だから悪いわけじゃないですよ、はい、まあ専門性のあるものではありますもんね。パンツってパンツジャケットっていうのは異なる工程なんで、うん、違う工場じゃないと普通はできないです、うん、全く別のものといっても過言ではないですもんね、はい、そうです。その芯とか洗ったりとか縫製、はい、ジャケットの縫製してる2階にパンツがあったんですよね。パンツ工場ありましたね。ね、びっくりして、で一番びっくりしたのがパンツ逆ずりしたまま塗ってましたよ、ね、そうですね、逆さずり、宙ずりですよ。 重さでシワが伸びるとかそういうのなんかもしれないですね。なのかもしれないですね。こうぶら下がったままこうライン流れていく感じで、必要な人が必要な場所の縫製をしてまた次に流れていくみたいな感じのイメージでしたよね。僕もともとでもベルベストのパンツもすごく好きで、体に合うものが多かったんで、非常に縫製のレベルも高いなっていうので好きなパンツですね。履き心地いいですよね。そうなんですよ。で今までかなり股上が浅いものを使ってたんですけど、去年ぐらいからちょっと深めの股上にちょっと深めのプリーツのものにして、まあでもシルエットは比較的細いままなんで、はい、腰の骨の上ぐらいまで来るから結構お尻から腰に包まれる感じが良くて、意外とこれ好評で、なんかあの数値的にね測ると股上結構深いなっていう30近く数字出てくるんですけど、はい、履くと誇張してこうハイウエストにするような感じの見え方にならないですもんね。そういうふうには見えないですね。その代わり股下は皆さんちょっと短めになる傾向、うん、いつも通り取ったとしても長さをちょっと短めになる傾向にはなりますね、はい。まあ、その辺があれですかね、イガラシトラウザーズとはまたちょっと違った特徴があるっていうところですね。そうですね、はい、イガラシのパンツは逆ですよね。思ったより長い寸法になるっていう、うん、はい、形一緒ですよね基本的には。形は全て同じ形を採用なんですけど、去年できた新しい形305っていうのを採用してます。それまでは645というもので、もう少しラペルが狭かった、もっとシャープなラペルでしたね、はい。それがあまりそこまでは変わらないんですけど、よりこうラペルのボリュームがあるちょっとクラシカルな見た目になったというところですね。サカナボルで645の前はカプセルコレクションあったりとか、はい、ジャケットインザボックススーツがあったりとかで、最初スタートの時は535があったりとか、まあ、そんな中でもこのフルケジンのタイプ、まあ、645のこう後継型ですかね、はい。まあ、645されてる会社さんはないということで、僕らが最後までやったみたいです、まあ、そうですね、はい、そうおっしゃってましたね、はい。でまあ、僕らも現代のベーシックである305に変えまして、あとこれは他の会社さんと違うところかもしれないのが、うちは絞りを8ドロップ、ウエストのシェイプですね、はい、ウエストのシェイプを 8R って書いてますけど、これ8ドロップの R はレギュラー丈かな、はい、まあ、着丈のことです。これ7でやるところも多いので、まあ、1インチほどお絞りがありますというところですね、まあ、ブランドの特性上ね、このあんまりこうグラマラスなっていう感じではない。そうですね、8ドロップでも程よいって感じですね、うん、そこまでこう窮屈じゃないというか、はい。もうベルベストの上着の特徴ね、着るとすごい立体的なんですけど、全てのこう癖とかけしてあるっていう、つってる状態でもシワがあんまり見えないですもんね。何の癖もない、うん、これが整う秘訣なんかもしれないですけど、何の癖も入ってないんですよね。ステッチもすごく細かくてシンプルやし、ちょっと他のブランドにはない箇所としては、掘ってるんですよね、第一ボタンとこ、第一ボタンだけ見ると少しこう変えてます。段返りという仕様なんで、変えた部分が表っぽく見えるようにひっくり返してあるというかね、ここだけ手縫いでボタンホールをもう一回作ってあるという感じです。段返りの裏側、これね予想やってないと思います。あまり見たことないです。あまりとか見たことがないんで、はい、ボメザドリ会で言ったかもしれないですけど、ボメザドリってこう首根っこで重量を支えて釣りながら着るっていうイメージなんですけど、ベルベストは後ろの背中全体でふんわりこう浮いたまま着るような感じの感覚なんですね、うん、どこかに重量がかかってるとは感じない。でそういう良さがこれ分かりにくいですよ。まあ着たらあすごい軽いなっていう、そう軽いんですよ。でも多分ね測るとそうでもないはずなんですよ。持った感覚と着た感覚が全然違うっていう、すごいブランドさんばっかり作ってましたけど、そのブランドさんもベルベストにお願いするしかしょうがないって思うような技術なんでしょうね。じゃあ岩さん一番後ろにかかってるやつはこれですか、はい、はい、色違いなんです。さっきのネイビーの文字 の、ね、はい、色違いでグレーもシャークっぽい生地ですね。これもうちょっと 木調というかベタな無地じゃない、一応総裏にして秋冬仕様にはしてますけど、全然通年の仕様のものなんで、まあ、通年着れる生地ですよね。比較的通年を思って発注したものですね。まあ素毛で比較的長いシード着ていただけるんじゃないかなと。まあ若い時から着てますけど、当初は背伸びしてましたよ。ただ今はベルベスト20年間着てきて、この整った品格を20年間を経て気づいた良さっていうか、
いろいろ着てきた中で、まあ、これ一番やなってパーフェクトやなって思う部分はそこなんで、はい、品格上品さ品ですね、はい、品、はい、東京店でお高い10月末からスタートすると思いますんで、それ主に基本的にはこのフル化人の仕様のスーツ及びジャケットがメインになってくるオーダー会なんで、まあおそらくあの問い合わせいただければジャケットインザボックスとかコートとかも作れるかもしれないんですけど、基本的にはこの今ご紹介したものが中心になってきますんで、こうやってジャケット単体ももちろんできますんで、結構癖のある体型の方もあのベルベストの方まで着ているサンプルを着ている写真とかを送って、その体の補正とかもベルベストの方で判断してやってくれるということで、さらにパーフェクトなものができるかもしれないですね、はい、まあ、西日本の会社としては一番やっておりますという、ぜひとも末永くね、ベルベストは末永くというかずっとやりますので、末永くよろしくお願いしますということで、はい、ではまたお会いしましょうというところですね。ありがとうございました。